マルゲリータ・マリーア・テレーザ・ジョバンナディ・サボイア・ジェノバは、サボイア家の王族。サボイア・ジェノバ家出身で、本家にあたるサボイア家の当主である、イタリア王・ウメルト一世と結婚して、イタリア王妃となった。弟に、父の爵位を継いだ、第二代ジェノバ公トンマーゾがいる。1851年11月20日、サボイア・ジェノバ家の初代当主ジェノバ公フェルディナンドと、ザクセン王女。 エリーザベト・フォンザクセンの長女として、トリノのキアブレゼ宮殿に生まれた。マルゲリータの王子、ビットーリオ・イマヌエーレニ世は、サボヤ家の当主として、サルデーニャ王の位にあったが、リソルジメントを経て、イタリア王に即位した。王位継承者であるいとこのピエモンテ公ーウンベルトは、当初オーストリアテシエン公女、マティルデと婚約していたが、マティルデは1867年に、自己死した。 王太子の結婚を急ぐビットーリオ・エマヌエーレ2世は、サボヤ家同士での近親婚に踏み切り、ウンベルトと、名、マルゲリータを婚約させた。1868年4月21日、ウンベルトとの結婚式が行われ、マルゲリータの称号は、ジェノバ公女から、ピエモンテ公妃となった。翌年には、長男が生まれて、ビットーリオ・エマヌエールと名付けられ、祖父からは、 ナポリコーの儀礼称号が与えられた。マルゲリータが病弱であったことなどから、ナポリコーは夫妻の間に唯一生まれたことなった。1878年1月9日、叔父の死に伴い夫ウンベルト一世がイタリア王位を継承し、マルゲリータもイタリア王妃となった。王妃として芸術文化の支援や慈善活動に熱意を注ぎ、マルゲリータは庶民から広く敬愛された。 食生活でも、貴族より、庶民の食事であるピザを好み、中でも王妃が気に入っていたレシピは、マルゲリータピッツァとして知られている。ピザが広く愛好されている日本でも、ピザの記念日は、王妃、マルゲリータの誕生日に由来する11月20日とされている。1900年7月29日、ウンベルト一世が無政府主義者のガエタのブレーシによって暗殺され、息子であるナポリコを。 ビットリオ・エマヌエーレが、イタリア王、ビットリオ・エマヌエーレ三世として即位、マルゲリータは、王太后となった。夫を失う悲劇を味わったものの、その翌年には、ビットリオ・エマヌエーレ三世と、モンテネグロ王女エレナとの間に、長女、マルゲリータにとっては、初孫となるヨランダが生まれた。1926年、ボルディゲーラで病没し、夫が眠るローマのパンテオンに埋葬された。 1868年4月21日、いとこのイタリアをウンベルト一世と結婚し、一子を設けた。ありがとうございます。